お花畑で遊ぶ子どもたちなんですけれども、これあのなんでお花畑なんですかって聞かれたんですね、この時出版社の方に。あ、綺麗だなと思ってって言ったんですけど、実は違って、私ねお花畑でいろんなも小学校5年生、ぬいぐるみもダメ、キャンディーキャンディーもダメ、あれもダメ、これもダメって父親から言われて、唯一自分がなんか女の子みたいな綺麗な色の中に、聖子ちゃんの話、うん、盛り上がってます。あ、ここ VR がアップされました。聖子ちゃんの話で盛り上がって、ここ VR よかったらコメントしてください。なんですけど、これ私の中でもう全くの嘘なんですね。ここに書いてあること全部嘘なんです。で、私は唯一お花畑で一人で、遊んでたんですけども、近所のちっちゃい子集めて遊んでたら、そのちっちゃい子のお母さんがね、お迎えに来るのすぐに飛んでくるんです、一緒におままごとしてて。そしたら、あそこの家の子はね病気だからって、男の子が女の子になみたいにしたくなる病気の子だから遊んじゃダメよって言われて、割と常に一人でお花畑で遊んでたので、ここに書かれてることは全部嘘なんですね。うん、当時は絶対話さなかったんですけれども、今初めて話すんですけど、それが私のお花畑の思い出なんですね。のいろんなお花畑があるんです。うちの家から下を見たら、いっぱいレンゲ畑があったり、白爪草の畑があったり、四つ葉のクローバーね、クローバーの畑があったり、白爪草があったり、タンポポがあったり、だからすごい、うちの実家は本当にお花畑がと森が自然が近かったんです、田舎だったから。春になったらもう一面ピンクと黄色と白とか緑とか、もお花畑一面だったので、許されたのが唯一私が女の子になれたら、こんばんは、おばがね、ある時白爪草のね花冠を作ってくれたことがあって、でかそれうれしくて、そのまま家に帰ったら、もう父親がねもう尿立ちしてたんですよ、玄関に。ブレスレットありがとう。そして私とおばをもう平手打ち、バーンバーンって、で私倒れた私の胸ぐらを掴んで、父親がまだ叩こうとした時に、もうおばが私に追いかぶさって、もう私が連れてったからごめんなさいって二人で謝って、それからもうお花畑だから、4年生3年生の終わりか4年生ぐらいに、うん、もうお花畑も行けなくなって、うん、我慢、お花畑は遠くで見るものみたい。だから今 VR でねお花畑に行くのがすごく幸せ、うん、すごい幸せです。だからこの当時言えなかったんですけど、私の理想を書いてるわけですよね、当時お花畑。本当はこうやってお花いっぱいつけたかったよの、お花頭につけたかったよって。だから赤毛のワンがね、最初に学校に登校した時に、麦わら帽子にお花をねいっぱいつけてって、周りの子にいじめられたってあるじゃないですか、あの感じすごくよくわかる。だから私初期の頃はね、お花畑にいる子供ちゃんを、ね、いっぱい描いてたの。お花と子供っていうのを、本当に初期の頃はね、お花と子供、これ実は私の幼少期をテーマにね、うん、お母さんのネックレス、お母さんの真珠のネックレスをね、本当に憧れてて、黙ってつけて、で壊しちゃった。